ちょっと無理。今回は三国志14パワーアップキット実況していきたいと思います。前回は各所で防衛しつつ兵を攻略したところまで。河北平定を急ぎたいところだけど兵不足に苦しみ出しているよ。現地調達しようにも土地占領が全く進まないんだもんな。今いる武将では2、4程度の土地占領しかできないからね。となると、当分は自給しつつ兵を蓄えて延期、高村都と滅ぼさなきゃない感じか。そうだね。ただ、北平が手薄だから攻撃したいなという気持ちはあるんだよね。高村都軍がギリギリで落としたから回復には時間かかりそうだもんな。そこあたりを狙いつつ、深夜防衛を頑張っていこうかと思うよ。現在、孫策軍が深夜を目指して進軍中だよ。高陵の兵まで動員するレベルとはな。少なくても10万規模だろうね。感触高い武将を処断したから兵数自体は少ないけど。部隊数の多さで押されるときついところはあるよね。アシュラ陣が炸裂しまくればいいんだけどな。狙って撃てれば最高なんだけど。孫策軍の先発部隊をさっさと叩くよ。潰せるところから潰さないとな。あとカマンは土塁の延伸工事に取り掛かったよ。ここで南蛮王が仕掛けた。負ける一騎打ちではないね。時間かかるからさっさと終わらせろ。俺が南蛮王、猛火様よ。いざ尋常に勝負。当然の一撃。分かっていた結果だね。さっさと潰せ。まずは盗塁撃破。捕まえた。急がないと効果から主力が到着してしまうよ。南蛮王が決めた。王が蝶も添えてね。これで先発部隊は殲滅したはず。よし、高架から来る部隊の迎撃に向かおう。ものすごい数だな。これだけ見たら負け確だよね。そこをなんとかするのが南蛮王。ここで序南から呼んだ長打義兄弟組を出陣させたよ。深夜の北の森で迎撃する予定。長打と南蛮効果でなんとかなるんじゃないかと思っているよ。でも、南から抜けてくる部隊の方がかなり多い。アシュラ陣。しまった。このような。四部隊撃破の大戦か。これがないとどうしようもないからね。長打部隊が配置についたな。北に抜けた部隊は少ないからなんとかなると思うけど。それより南から来る部隊がヤバそう。南蛮王組が迎撃してるからなんとかなるとは思いたいけど。長打組のアシュラ陣が炸裂。なんとかなりそうな予感がするよ。これ、土塁良くないんじゃない？森を抜けられると一気に攻め込まれちゃうね。森を抜けるような形に作り変えないとまずいかも。その余裕があるかだな。今のところ順調に撃破してるから大丈夫だと思いたいよ。長打組のアシュラ陣がまた炸裂。長打組が優秀すぎない。孫策から捕虜返せだろうけど断固拒否だね。首にしたら返してやる。しまった。どんどん捕まえていく。軍艦だろうが何だろうが捕まえないとね。なんとかなっているような気がするような。投石有用に取り憑かれてるのが心配。と思ってたら南蛮王が殲滅してくれたね。これでかなりの数を打ち減らしたはず。どんどん捕まえる。まだ諦めていないようだから気を抜かないようにしないと。ここで防蛇蝶が仕掛ける。兵数がヤバいから早く逃げてほしいんだけど。かかってきやがれ。いざ尋常に勝負。撃ち合うか。安定の勝利。あの武力差で負けられてもね。一度南蛮王が戻った。
軍艦ばかりだけど3人捕まえたね。孫作軍は残らず初弾だ。捕まえたけど大賀町がここで壊滅。少し無理をしすぎたね。3人に逃げられたし、さらにここで深夜が第2形態に。ここが正念場だね。コツコツコツのアシュラ人、今回は静かだけど地味に頑張っているんだよね。どんどん捕虜を連れてこい。さっさと処断して迎撃に戻ろう。このようなところでみんな捕まえてるな。これだけ捕まえると気分はいいね。武将的には小粒な上に軍艦ばかりだけどな。そこあたりは仕方ないね。主力級は曹操側に回されているようだし、来たら来たで困るけどな。際どい戦いだけど、ここは迎撃して戻ってを繰り返すよ。戦法が使えないのが問題だけどな。全体的にカツカツだから無理はしたくないんだよね。それと捕まえた捕虜を逃がしたくないのもあるし、壊滅の可能性は結構あるからな。コツコツコツがようやく暴れだした。両方は怪我をしているようだね。先発で一度撃破した記憶がある。力の差を見せてやる。当然の一撃。適当にあるかな。あった。孫作軍も軽傷程度じゃ休ませてもらえないんだね。怪我で出陣させるとかブラックすぎる。まだ攻略を諦めないか。コツコツコツが仕掛けていく。相手がかわいそうになるレベルだね。いきなるな。敵将、前へ出よ。今度は撃ち合って一撃で起きた。結局大差ないね。また撃ち取り。コツコツコツが頑張りすぎだね。このまま迎撃に向かう。状況はかなり厳しいから、挑戦結果。あまり戦況には影響ないけど、どんどん撃破してどんどん捕まえろ。投石には近づいてほしくないね。その投石をアシュラ陣で撃破。大賀町がいい仕事したね。続いて南蛮王も、これでほとんど撃破したんじゃないかな。投石が突っ込んできてるから止めないとな。歩の取り返しも兼ねて構えを出陣させたけど、出すところが悪すぎだ。ここで深夜が最終形態。城兵も線切っているね。もう終わりにしてほしい。もう一度目だと思うけど、危ないところで運から兵士が到着。これで工場兵器は破壊したはず。さすがにもう終わりかな。もう何が何だかわからないレベル。ほんと、なんで防衛できたのか不思議なくらいだよ。まだ攻撃は終わらない。もういい加減にしてほしいね。ご抽選を捕まえた。異民族系だね。何があって孫作に仕えてたのか。そして南蛮王がまだ頑張る。最後の最後で打ち取りが欲しいところだね。もう二人も打ち取ったから無理でしょう。そう言われればそうだね。どっちが上か教えてやる。一撃はないか。弱。これはもつれるかな。と思ったら水平攻撃の方が強い不思議。なんなんだろうね。ここで南蛮王が帰宅。孫一族だな。迷わず初弾だね。大賀長派。ご抽選だ。シンプルに強度しかないね。ある意味潔い。止まらないのかよ。後押し投資という感じはわかるけどね。ここで北の地での防衛が。そういえば、深夜に集中しすぎて北のことを忘れていたね。まあ、勝てないな。この顔料に勝てると思うな。かかってきやがれ。一撃だし。あの武力差で一撃なんだ。
死者がお待ちです。曹操がまた攻撃依頼かな。受けるだけ受けておく。引き受けたと言ってもできるわけじゃないしね。まだ南蛮王が頑張る。一撃に期待だな。俺が南蛮王毛閣様よ。立ちふさがる者は斬る。ないか。ここは落としてほしいところだけど、あれでダメなの。まあ撃破したからよし。これで終わったっぽい。ご抽選は解散。捕虜にした意味を理解してほしいよね。ここで密かに進めていた北兵を攻略。全然見ていなかったね。余裕なかったしな。これで河北平定は城兵と難避だけだな。どうも。懐かしい顔に出会ったね。悲しいけど初段なんだよな。というか、かなりギリギリな状況で北平を攻略したんだよな。これで本当に兵が枯渇したよ。平原を守る分くらいしかないもんな。さすがに平原は絡みできないからね。となると、攻略まで少し兵を蓄えないとか。時間がもったいないんだけどね。ちなみに深夜を防衛できた理由の一つが曹操軍の頑張り。勝敗付近で激闘を繰り広げてくれていてね。それで孫策がかかりっきりで序南に攻めてこなかったんだよな。あ、ご抽選投了した。また一人武将が増えたのは嬉しい限りだよ。かなりカツカツだからな。余剰人員なんて存在しないからね。ここで深夜での激闘が報われそうな予感。攻領が落ちそう。援軍が来てはいるけど間に合うか。理法が迎撃しているけど。うるさいな。残り1000切った。ここで甲虫が壊滅。関羽も壊滅したね。趙雲が芽生えるか。援軍が来るけど、攻略した。すごいミラクルが起きたね。攻領からも深夜攻めに動員した結果だな。南蛮軍が深夜をギリギリ防衛をして、劉備軍が攻領を攻略したところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。